どうも皆さんこんにちは、三浦です。またまた出てしまいましたね、クズのための妖怪ウォッチが。次々に人間を妖怪に変える計画上昇。デラックス黒い妖怪ウォッチで召喚、黒い世界にいらっしゃい。2月18日土曜にデラックス黒い妖怪ウォッチと、あと黒い妖怪メダルっていうのが発売されたんですけども、今回はですね、黒い妖怪メダルについている QR コードを読み取って、超ブラックコインとブラックコインを受け取って妖怪ガシャを回していきます。まずは超ブラックコイン、いい神々しいブラックコイン。さっきの赤いデザインのやつが超ブラックコインで、これが結構いいコインで10枚あるんですけど、このブラックコインはね、死ぬほど持ってるんで、今日はね、30回が出てきても回せる。よっしゃ、じゃあちょっとね、回していきましょうか。さあ、10回は回していきたい。えい、何回だろう。マジか、マジか。あ、ありがとう。あーいう、え、全然違うじゃん。そういうことあるんだね。やった、8回も回せる。よっしゃ、じゃあ下手にあれ3回とか4回出すよりも 1回とか出した方がいいのかな。あ、いいねいいね。まずこれいこっか。超ブラックコイン、何が違うんだろう。んー、まず超ブラックコインを回した後に普通のブラックコイン回していきましょうか。まあ、出てくる妖怪はほとんど一緒だね。大当たりの数がちょっと違うのかな。よし。いや、しょっぱいな、これ。全然ダメじゃん。大当たりが、4箇所しかない。当たりそうにないんだけど。あー、欲しかったね、でも。いや、持ってないっていうね。口だけ女を持っていないっていう。さっき超ブラックコインを回したんで、今回はブラックコイン回してみましょうか。あ、大当たりがちょっと若干違うのね。あんま変わんないじゃん。 あんま変わんないやん。あー、外れたー。1回ぐらい渡ってほしいよ。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、いいところね、かすっていくんだけどな。あ、とどめき中あたりでも結構いい妖怪出てくんね。確か A ランクだよね。あ、持ってないっていうね。またしても持っていないっていう。さあ、あと5回回せる。1回ぐらい渡ってほしいけど。あ、いいんじゃない、これ。いい、あ、いい、いい。あー、すごい欲しいとこまで行ってんのに。ジャニガブーン。あ、僕、もうここら辺の妖怪も全然持ってないっすね。全然ダメじゃん、俺。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、来ましたー。あ、破壊が来た。これ一番、上級怪魔の中でも一番いい妖怪ですよ。破壊。来た来たね。破壊。超ブラックコインの大当たりが今日は破壊でもう出してしまったから、これ以上回しても意味がないよね。ということで、じゃあ豪快。いや、これは3箇所か。3箇所だから、結構厳しいかもしんない。あ、いい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 ね、でも。あー、いかない。銀のこけし。さあ、いけ。あ、これは。うわー、厳しいな。身代わり人形。いらないよ、こんなの、もう。じゃあ、最後回していきましょうかね。ベッドしたいけど、ベッドできない。これ当てたらすごくない？
もう人生の運全部使っちゃったみたいな感じになっちゃうかもしんない。あーまあ外れるよねそりゃ。こけし多いな今回、こけしすごい多いな。もう、まあ上級カイマの破壊が出てくれたから今回はまずまずかな。もう今回の黒い妖怪ウォッチシリーズは昨日2月18日土曜日に発売されたんですけど、私ですね昨日横浜のみなとみらいにあるトイザラスに行って買ってきましたよ。黒い妖怪ウォッチとあと妖怪メダル1箱、あと妖怪メダルをファイルしておく、まあありますよね。それとなんかね変なフィギュアみたいなやつ、あれ全部買っておそらく1万超えちゃったぐらい、結構値段した。いやーなんかすごいいろんな種類の妖怪ウォッチが出てくるけど、これお父さんお母さんね毎回買ってたら結構厳しいんじゃないかなって思いますけどね。さあということで僕もですね黒い妖怪ウォッチ買ってしまって、まあまあな値段かかっているんで、こちらの方ですね、まあ商品紹介というか、まあゲームチャンネルの方で後日アップしていきたいなと思います。そしてそして最後に紹介になるんですけども、2月23日に妖怪ウォッチすき焼きバスターズトレジャーに対応した攻略本が発売されるみたいなんですよ。でいつもの通りこの QR コードがついているんでね、またその時に妖怪ウォッチ、あの妖怪ガシャ回せるかもしれないんで、やっていきたいなと思います。はい、ということで今回は超ブラックコインとブラックコインを使って妖怪ガシャを回してみました。チャンネル登録よろしくお願いします。